お疲れ様です今回はですねタロットカードそしてタロット占いについて少しまとめてみようかと思いますまあなんとも神秘的なカードですけどもこのタロットカードには一体どんな歴史があってどんな意味が込められてるんでしょうかそしてタロット占いにおけるスキルもしくはスキル向上とはどういったことを指すんでしょうかねえまず歴史から紐解いていきましょう簡単に説明します まあ、タロットカードの歴史はそんなに長くないんですよ。結構ね、浅いんですよね。わ <laughs>、えー、かる限り、15世紀頃にイタリアの北部でゲーム用のカードとして、まあ、誕生してですね、まあ、そして、えー、主に娯楽用として用いられていました。多分ギャンブルなどに使われていたんでしょう。で、その後18世紀の後半から19世紀、まあ、近代ですよね、産業革命が成立して、その辺で、 大きく印刷技術が向上して、たくさんの方に、このタロットカードっていう遊びが広まっていったということになります。そしてその遊びの中で、占い道具として用いる人がちらほら出てきてですね、そこに後から意味を込めたり、図柄を変えたりとかして作られていったっていう経緯があります。タロットカードってのは、この、いろんなね、カードに描かれたシンボルや意味を、 どのように解釈するかによって、現在の状況や未来の可能性を読み解くようなゲームもできるよってことだったんで、もともとね、ゲームであり、まあ完全なるね、ギャンブルの、まあツールだったわけですよね。え、そしてこのタロット占いにつきまして、その信憑性、信頼性ですけども、どういった形になるんでしょうか。もともとギャンブルで使われていて、このカードの次はこのカードが出てくれたら自分は勝てるのにな、とかね。 このカードが連続して出るってことはちょっとついてないかもしれないから今日のギャンブルやめておこうみたいなところから始まったみたいなんですけどもタロット占いは科学的には全く証明された占いではありません確率論も統計論も全く通用しない読み手側の解釈とそれから受け手側の解釈だけに頼られていますまあそのために その結果を鵜呑みにすることは避けた方がいいというふうに言われてますね。まあ、あくまでも参考情報として捉える、一つの、まあ、ゲームというようなね、感じで捉えるといいのかなと思います。まあ、私もね、タロットカードのね、その図柄っていうのにはものすごく暗示的なものがあって、すごく神秘的で好きなんですけどもね、ただタロットカードを一度も持ったことがなくって、それからタロット占いもね、一度も受けたことがないんで、ちょっと興味があるかなっていうことこですね。で、このタロット占いは、 まあ最近ね、多くの人に利用されてきたという歴史があって、特に日本で独立的に流行ってるみたいです。<laughs> というか日本以外ではあんまり流行ってないみたいなんですけどね。はい、えー。経験豊富な占い師であれば、的確なアドバイスをするんではないかなというふうに思われてますけども、これはね、やっぱりこう、カウンセリングみたいなあ効果があって、 カードの解釈を用いているというよりも、目の前の人が欲しがっている答えを出せるかどうかという、カウンセラーさんのね、占い師さんの技量によるものかなと思います。ですんで、優秀なタロット占いの、このね、カウンセラーさんっていうのは、カードがなくても、タロットに頼らずとも、面談だけで、まあ、その人のね、解決方法などをアドバイスできているということになるというふうに言われてますけども、果たしてどうなんでしょうかね。はい、そして、タロット占いについての、 スキル獲得のためにはどんなことをすればいいのかなってことなんですけどね。タロット占いのスキルってのは独学で学ぶことも十分可能なんですけども、より体系的に学びたい場合は、占い教室に通って受講料を払いながら、そのスキルを身につけていくという形があります。で、ちなみにですね、タロットカードのその質とか絵柄とか、また価格によって見通せる力っていうのが変わるそうなんで、なるべく高いタロットカードとかね、<laughs> 得の高い人が使ってるというタロットカードを使うといいみたいなんですけども、この辺はもうね、完全に宗教とかね、壺みたいな形になってしまって、高いものほど除霊効果があるみたいな、まあそんなところにもつながっていて、商売系があるかなっていうところですけどもね。まあでもやっぱり、自分のその、 おこういったツールにねコストをかけるのはそんな悪いことじゃないかなと逆に言うとタロット占いをする場合このタロットカード以外のコストってかからないのでそこそこ根を張ったものをね買ってもいいのかなって気がしないでもないですねはいまた占い教室に通ったりもするんですけども書籍とかオンライン講座なども最近は利用できますので特にオンライン講座でタロットの歴史とか占い方とか それから外れた場合のね、まあ、言い訳の仕方などを覚えておくと人気が出るタロット占い師になるんじゃないかなというふうな形でございます。大体いいタロット占い師はね、50代を過ぎてから取り組む方が多くて、まあ、年齢にかかわらず楽しめる、そして多くの人の悩みを解決できる、まあ、そんなジャンルになっているかなというところでございます。 タロット占いをマスターするには、カードの意味や解釈を理解するだけでなく、心理学やカウンセリングの知識も必要ということなんで、やっぱりね、二足三問でスタートできるものではなくて、じっくりした学習と経験を積むことが非常に大事かなというところで、そういう意味で言うとね、まっとうな占い師としての職業になるんじゃないかなというふうに私は思っております。えー、まあ、でもね、最初はまず楽しむことから考えていっていただければいいかなと思いますので、タロットカードがね、 えこう出た目によって自分の気持ちが良くなったりとかね相手の喜ぶようなことを言えたりとかするまあそういう風なねコミュニケーションのレベルが上がっていくといいのかなと思いますねまあいずれにしても簡単にインチキ呼ばわりするんではなくてその中にある意味を読み解くことによって少しでも人生がいい方向に進むような考え方のその一つの参考情報として使っていけるんじゃないかなと思いますえ独特のね 説得力がこのタロットカードにありますからね。えー、ぜひそういうのを使って今までに解決できなかった問題に取り組むのはいかがかなと思います。それでは今回は以上です。